四季市。四季市は、埼玉県南部にある人口約7万5千人の市で、ある。埼玉県南東部の荒川西岸に立地する市である。江戸時代、市内を流れる新賀市川の周運により引きまたかし、現在の市役所付近の新賀市川周辺が商業地として発展した。この周辺の経済基盤を背景として、大正期には、東部東上線が誘致され、 その開業と同時に、式駅が設置された。昭和後期には、館の柳瀬川下半に式ニュータウンが造成され、柳瀬川駅が開業し、現在は東京圏のベッドタウンとなっている。面積は日本の市の中で6番目に小さい。全国に先駆け、2002年、平成14年より、市独自に小学校低学年の少人数学級を導入した。他にも、 新成人自らが毎年企画運営して成人式を開催するなど進んだ教育施策をとっている。こうした取り組みは周辺自治体から一定の評価を受けたようで2004年平成16年に内閣府経済社会総合研究所が全国自治体を対象に実施した生活者の視点による地域活力活性化に関するアンケート調査において当市は 目標とする自治体の全国第4位となっている。市内を新河岸側及び柳瀬川が流れ、両川は市内で合流する。市東端の埼玉市境には一部を除き荒川が流れる。秋ヶ瀬橋の上流側で、東市域の一部が東岸、左岸に突き出ており、その都市粒に秋ヶ瀬取水石がある。東市は 荒川と新河岸側に挟まれた荒川定地、駅周辺を含む武蔵野大地、武蔵野大地が柳瀬川によって侵食されてできた柳瀬川定地の3つに分けることができる。荒川定地は標高5メートル程度、武蔵野大地は標高10の20メートルである。平成の大合併の折には、新座市、浅香市、和光市との合併計画があったが、住民投票の結果、 和光市の賛同が得られず実現しなかった。敷自然行を浅香警察署が管轄している。面積が小さいため、人口だけ見ると、近隣自治体に比べ少なめだが人口密度が非常に高く、敷駅周辺は、近隣自治体も含め、この地域の中心的な商業地として発展を遂げている。敷駅周辺には、丸いファミリー式、フォーシーズンズ四季があり、 式駅改札口から東口に続く駅、ビル、駅屋敷は複数の飲食店や専門店が並ぶ。式駅東口周辺にはファストフードや居酒屋などの飲食店を中心に遊戯施設や小規模商店が並び、これらの商業施設は式駅南口の新座市域の商業施設と合わせて繁華街を形成している。金融機関は 四季駅東口の埼玉理相な銀行、本町百合の木通り沿いの武蔵野銀行、柳瀬川駅前の三井住友銀行のほか、川口信用金庫、東京信用金庫の各支店がある。戦前には浦和商業銀行、第85銀行の支店もあった。江戸時代、運河や貸しの整備により、周運が流盛し、府中街道と新河岸側の交点となった四季市。 市場坂上付近、陰馬高市は、商品流通の拠点として栄え、交通の要衝となった。近代になって、四季の商人らが当初川越街道に並行して、付設予定であった東部東上線を誘致し、その開業と同時に四季駅を開設し、それ以来東上線の主要駅となり、東上線の特急、急行停車駅として認知されてきた。現在、商業の中心地は、 市場坂上から四季駅周辺に移行している。当市はこうした交通網を背景とする商業地の土地柄を基盤として発展し、戦後は東京のベッドタウンとして人口が急増した。近年、駅周辺を中心に分譲マンションが数多く建設され、人口が急増している。主要産業は商業である。地域の大部分は住宅地並びに農地であり、 工業地は少ない。かつては、小松フォークリフトや日本レダリー、東洋キャリア工業などの工業事業所があったが、いずれもすでに撤退している。市は2つの福祉センター、健康センター、教育、福祉交流センター、総合福祉センターを有し、これら施設利用者を対象とした、無料福祉バス、フれ合い号を運行している。 また、高齢者や障害者に対する公共交通機関、利用援助制度や、自立支援制度、要介助者に対する日常生活支援制度、もろ手当たり制度、並びにこうした案件に関する相談窓口を設けている。このほか、子育て支援政策の一環として、市内に3つの私立子育て支援センター及び5つの、私立保育園を有するほか、子供、 入幼児に対する医療補助支援制度及び、諸手当たり制度、母子、不死家庭に対する諸支援制度、保育制度、並びに、これらの案件に対する相談窓口を設けている。住民の平均年齢、41.3歳、男40.5歳、女42.1歳。平成18年1月1日現在。主な総合病院は、以下の通り。 このほか、四季駅や柳瀬川駅周辺を中心にクリニックがある。また、市域が隣接する新座市東北一丁目には新座市中央総合病院がある。全国に先駆けて、市独自に小学校低学年の少人数学級を敷いた。ほか、市教育体制の先進性は四季市の大きな特徴となっている。四季の発展の経緯から文教都市としても知られる。 郵便番号は、市内全域が353からレデ XX である。市内路線バスの一覧は、四季駅東口初バスの通り、タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。カッパの伝承が残る町として知られ、市内の至るところに、 カッパ像が点在している。観光資源は少ないが、柳瀬川沿いの桜並木は、東武東上線沿線における著名な桜の名所で、ある。その他、世界に一本しかないと注目された、長昌院旗桜、長勝院旗桜や、県の指定文化財である、田後山、富士塚、有形民族文化財、国の登録有形文化財である、旭屋原薬局の建築などがある。 また、町おこしの一環として、この旗桜にちなんだ商品が開発され、市内の小売店で販売されている。長年にわたり、市役所付近の新華岩側の春の風物詩となっていた、恋のぼり形容を復活させて、観光資源化する取り組みが行われている。市内には柳瀬川堤の染メ吉野の桜並木や、長生院旗桜に代表される桜の名所が多い。 新菓子川邸、いろは新水公園の桜並木や宝童子のしだれ桜などは比較的広く知られてるが、この他にも各地域にそれぞれ桜の名所がある。このうち、柳瀬川及び新菓子川の桜並木及び四季島神社境内では桜の時期に桜祭りが催され、夜間はぼんぼりが灯され、夜桜を鑑賞できる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。